本当に？あ、ちょっと待って、今ドボン終わったから見るわ。あ、間違えた。でもさ、あ、でもさ、あれなんだね、9位からさ、この9位から下ってさ、めっちゃくちゃ僅差なんだね。めっちゃ僅差だね。すごい僅差。びっくりした。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな今日頑張ってくださったんですね。嬉しい。昨日見て、で今日の朝、ドボン見た時は、朝早かったんですか？朝見た時は、14位だったんですよ。で、14位にまだおると思って、イエーイって思ったんですけど、嬉しい。でもね、僅差でした、めちゃくちゃ。ありがとうございます。でも、みんなが、私今日ほとんどできてないんですよ、今日。2公演もやってたから、舞台で準備とかもさしないといけなかったからさ、そうやってて、しかも今日うち楽屋一番乗りだったんだけどそう、楽屋ね一番乗りだったんです。そうなの。そう、なんかめっちゃ早かったわ。そう、でも嬉しい、みんなありがとう、協力してくれて。でも僅差だから、気を引き締めて頑張ります。私もドボン、明日のショールーム、メールにも書いたんですけど、明日のショールームは先やりますね。明日集合時間あるんですけど、私いつも現場行ってメイクしてするんですよ。だから現場に早く行かないと間に合わなくて、そうなんですけど、もう明日は荷物を減らすためにメイクを半分ぐらいだけあっちにね、あっちに行ってするメイクもあるけど、半分ぐらいだけやって家を出ようかなと思ってるから、先にショールームやっちゃおうと思って、もうそのタイミング的に。起きる時間的にはね今日と変わんないんだけど、シンプルに家を出る時間をちょっと遅くしてって思ってるんですよね。ちょっとまだね逆算とか何もしてないんだけど全然逆算とかしてないんだけど、そう、ちょっともうほとんどやってこっかなーって思ってるので、スキンショールームもしちゃいます。はい、なんで朝行っちゃいますんで、明日が海老名ラストなんで、明日が海老名ラストですし、オットタクシー自体ラストです。もう大週千秋大千秋楽になります、明日が。いやー、でもなんか2週間空いたんですよ。長いなって思ってたんです、空いた時間。意外に2週間あっという間で、今日2公演して明日でもう終わっちゃうなと思ったら早いなっていう風にすごく思いますね。いやー早いねあ、遠方行けなかったんで配信で見ましたって、ありがとうございます、嬉しい。ね、遠方行く行きたかったんだよね、楽しみにしてたのにな。ショック、青いサンリオもたくさんあった。たくさんはない、ちらほら
今日楽しかった、楽しかったですよ普通に普通に楽しいですよ。もうしかもうちらマジ楽屋に電波がなくて、出口の出口でしか電波は届かないんですよ。だからもう出口に行ってさ、その出口でドボンしてたんですよ私。その今日昼の間ちょっとだけやってたんですけど、そうみんなでさ椅子持ってってさ出口でさ、マジおもろかった。シアター戦術と違って会場どんな、めっちゃでかい、なんか8で昔コンサートやってた、地方コンサートやってたみたいな感じですね。すごく、そうなんかね、大きい、横にも縦にもでかくて、だからねすごい大きいです。なんかね、そうなんかねめっちゃ大きい会場、キャパもねすごいね、いっぱい入るキャパク、キャパクだってキャパでね、なんかうわーライブ、ライブこれ8で昔やってた地方ライブって思いますよ多分。あのうん、その時の推してる人とかだったら、まあ、うちはそういうさホールとかで文化化とかでやってたのね昔。うん、だからなんかめっちゃ懐かしい、こんな感じみたいな感じだったよめちゃくちゃ。うん、ただすごい回るね、あのね音がやっぱりあのすごい、ま、回るんですよ。だからなんか後ろに行き過ぎると何言ってんのかちょっと聞き取りづらい、音が回ってるから、そう聞き取りづらいし、まあ、ちょっと歌いではづらいなって感じ。まあなんかそのうちらはさコンサート用じゃなくて、あの返しがさちっちゃいのしかないからあれなんだけど、でもねお客さんの意味で言ったらなんかあの後ろの方にいるとね本当に、あの回ってるって感じ。だからちょっと何言ってんのか聞き取りづらいなみたいな、大きいせいで。でもめっちゃ見晴らしは超綺麗だよ。なんかねあのねこう斜めにバーってなってるから斜めにバーってなってるからめっちゃ見やすいし、めっちゃねいいよファンの顔、顔は見えないよ。あでもライブってライブとか結構見えてたけどな、なんか通路挟んで奥みたいな席のファンの人見えたけどな、普通に顔、うん全然顔見れましたよ。なんか正直に言うと、あの青いペンライト持ってくれてる人は、あの見えましたよ、全然見えました。はい、超見やすいですよこっちから。超見やすいですよっていうのは、私から見てファンの人が見やすいですよっていう、見やすいですよっていう言い方をしちゃってるんだけど、私から見た
なんていうんだろう、私から見てすごく見やすいですよ、ファンの人たち。そのなんていうんだろうな、青いペンライト持ってる人しかわかんないですけど、青いペンライト持ってる人しか見てないですけど、めっちゃ見やすいです、全然。うん、そのなんかファンの人たち側からうちらの演者が見やすいかはちょっとわかんないんですよ。だってうち演じてる側だから、あのステージ立ってる側なんで、ちょっとステージを見てる側の気持ちはちょっとわからないんだけどごめんなさいですけど、演者なんで。そうなんですけど、まあ、こっちから見る感じでライブの時ね、なんかその演じてる時は正直みんなの顔は見てないんですよ、だって演じてるからごめんだけど、だからライブの時はそのやっぱライブだからファンの人のこと見るんですけど、めっちゃ見やすいですよ。青のペンライトってこう他が紫と黄色と赤なので、感触ってすごい見やすくて、いい意味でも悪い意味でもすごい見やすいですよ。そう、そうなんです。だからね、結構ね、あの見えましたよ、あの皆さんの顔。うん、全然見えました。悪い意味でって言ったら、そのなんか青ってその人結構寒色じゃないですか。紫もまあ寒色っちゃ寒色だけど、だからまあ割とあの可愛らしい色してるから、青って結構青なんですよね。だからまあもう本当にパッと見超見やすいです、いい意味でも悪い意味でも超見やすい。だからわーってことですよ。みんなまで言わせないで、みんな。みんなまで言わせないでよ。みんなまで言わせんでよ、みんな。そう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 。見やすいですよ、だから、いい意味でもね。はい、そういうことですよ。皆さん、あーやばい、あーやばい、眠いよ、もう11時。わー、12時まで寝たいけど絶対に無理、絶対無理だな。だってお風呂入ってやってる時点で無理だ。うん、明日も普通に早いし、今日2公演やったからな、ちょっとね、許可れた。お風呂に入ってないですよ。おー、ゴリゴリにメイクしたまんまだよ、帰ってきたまんまですよ私。明日の準備もしなきゃ。昨日はね、結構夜にね、ドボン何時間もできたんですよね。嬉しい。3時間ぐらいやってきたんじゃないかな。ちょっとできたかな、ちょっと忘れてたけど、これやれたんだ、よかったです。口赤い。リップ塗ったばっかりだから口赤いかも。
でも私口赤い方が似合う。口薄いと顔ボケるんだもん。最近マジでまつげ抜けすぎてやばいの。まつげ抜けすぎてめっちゃまつげさ、すっかすかなんだよね。悲しい、まつげがない。あ、まつげね、いい感じ。松葉やってるからね、うち今。そう、バリバリにまつげ上がってますよ。そう、松葉やってるんです。そうなの。舞台メイクと普段メイク違う。どうだろう。あ、でも違うかも。ちょっと濃い。もう今ね、だいぶね、その取れてきちゃってるからあれだけど。あとね、アイラインが黒じゃなくて、なんかこれデニムっぽい、なんつったんだろうね、ネイビーなんですよね、アイラインが。そう、なんかね、多分ね、配信だとね全く見えないんだけど、実はですね、ネイビーなんです、アイライン。まあ、このネイビーはあのメイクさんがこのアイラインでっていうので、あの使ってるだけで、自分のではないんですけど、ネイビーなんです、実は。あと、今日はちょっと下がってるんですけど、いつも若干跳ね上げて。最近ね、自分のね、あのアイラインもね、垂れ感じじゃなくてね、割といい感じの延長な感じでよく引いてます。こっちのアイラインがほんと死ぬほどうまく引けないんですよ。こっちのアイラインマジで綺麗なの、毎回目の延長。こっちのアイラインどうしたっていうより下手くそ。よし、15分経ったから終了にしちゃうね。じゃあ終了にしちゃいます。ランキングでございます。まあ、この後もドボンをするんですけど、とりあえずショールームだけ終了にしちゃいますね。ちょっといろいろ準備もしないといけないね。じゃあメイクも落とさないといけないね。いいっそう。じゃあ13位シンドさん、12位横吉さん、11位ザックさん。まあ、なんかランキングが終わっちゃった。13位横吉さん、12位ザックさん。昼より2公演いたよ。今日もビジ最高でした。エア見えてましたよ。ありがとうございます。11位は山さん、選手楽しんでね、楽しみたいと思います。泣いても笑っても選手楽なんで。10位にきおさん、あ、ノースリバース、のやん、いったね、みーいいなーいいなー、小島さん明日海老名行きます。だっていいなー。9位岡谷さん、この勢いのままどうも頑張っていこう、頑張ります。はい。8位サムさん、今日たくさん目があった気がする、ありがとう。いやいや、その通りでございますよ。7位近いシーさん、6位ナーラブさん、5位司令長さん、明日の海老名行くよとお待ちしております。4位秀幸さん、海老名2公演楽しみすぎてありがとう、大好きだって。いや、こちらこそ見てましたよ、ありがとうございます。3位春太郎さん、海老名お疲れ様、ハッピーデイに会えたから満足。あ、そうだ、おめです。いましたね、見ましたよ、ちゃんと。気づいてるか気づいてないかは知らんけど、ちゃんと見ましたよ、私は。そして2位が雪見、間違えた、同節さんです、ありがとうございます。そして今日の1位は地道な走り屋さんです。今日舞台だと思う、今日舞台だと思う相手で最後でした。いや、見えてました、ありがとうございます。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。だけどまた明日の、明日の朝ね、行く前に配信したいと思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで皆さんお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。ドボン引き続き協力のほどよろしくお願いします。明日海老名ラスト頑張ります。バイバーイ。